皆様おはようございます。農会センターの最南端広報担当します宮野と申します。本日は中高一貫校の教育人材育成ということで、灘および東大寺の、先生と一緒にですね、この、中高の6年間で、どのような人材を育てていくのか、そして、その先社会でどういう人材が、活躍しているのか、そういうようなことを、少し、お話しできたらと思います。よろしくお願いいたします。で、本日なんですけれども、一応私の方から、先生方に質問する形でですね、まず最初に、いわゆる出口の部分というでしょうか、大学の、入試の、関連のことをお伺いし、その後、中高の6年間のお話、そして最後に、皆様一番、この部分が気にかかられるかなと思います中学入試についてという段階でお話を進めていければと思っておりますので、先生方よろしくお願いいたします。でまず初めにですね、両校の今年度の大学実績について、少しお話をお伺いしたいと思います。例年、両校とも、東大、京大、阪大並びに国立の医学部ですね、に進学される生徒さんの率というのは非常に高いものがあるかと思いますが、今年度の結果ですね、並びには、例年と比べてもう学校側の、感触であったり感想というものをお伺いできればと思います。では東大寺清水先生お願いいたします。はい、東大寺学園の教頭の清水と申します。おはようございます。今司会の方がくしくもおっしゃったんですけれども、いわゆる出口といいますか、東京大学、京都大学、そして国立の医学部というようなところでいつもいつもそうなんか何を何で割るとかいうような数字が出て、本当に苦々しいなという。個人的には本当幅広くいろんな大学、学部へ進学してほしいなというのが本音でございます。ところが現実には、おっしゃったように、東京大学を目指す生徒、本校の場合は地理的にもそして校風的にも京都大学 の、 その自由の学風に憧れる、不思議な青年たちが多いですので、京都大学、そして、国公立の医学部を目指すというそういう3つの集団というのが学年によって、その集団が今年は京都が就学者が多かったな、今年は医学部が多かったなという若干の違いはあれども、大体、結果を見ますと、1学年210人前後ですけれども、7割ぐらいの方がその3つの集団のどこかに収まっていくという中で、しかしそんな中で例年トピックスのようなものがあって、私は東京芸術大学の油絵科に現役で合格して、その時だけは職員数が盛り上がりました。あるいは漫才師になりたいと言って吉本養成所にいたよう頑張ったなあ言って本当に漫才師になったと思います。がこの春と申しますと全然そんな面白い話題はなくて、先ほど申したら3つの集団の中に属してて、職員数を特に6年間付き合ってきた教員、担任の教員たちは淡々とそれを迎えていると、もう不本意な結果に渡せる人もございますので、数字だとかデータよりも A 君は通ったけど B 君が不合格で残念やったねというようなことだけですので、特徴といったものはございません。いつもと変わらない状況であると思っております。ありがとうございます。では続きまして奈良中学校の西さん、よろしくお願いいたします。こんにちは、奈良高校の教頭の大西です。東大さんと、奈良の場合もちょっと似たような傾向で、本校の場合は東京大学を目指す生徒が非常に多いので、卒業生220名ですけれども、半分近くは東大を目指すという、そういうことなんです。で、今年も大体そんな感じでしたけれども、ちょっと京都大学が昨年に比べると少し増えたかなという、感じは今年はありました。でまた医学部ですね、医学部も毎年非常にたくさんの生徒たちが受験をしていくわけですけれども、今年も80名近く、医学部を狙いまして、もちろん全員がうまくいくということはないんですけれどもね、変わらずというところで、
がとうございます。まあ、あの両校とも、まあ、その毎年その変わらずの、まあ、非常に高いレベルでの実績というのは終わりだと思うんですが、あの、まあ、昨今、まあ、実は去年のこの対談でも話題にしたところではあるんですが、あの2020年からの大学入試の制度の変化についてですね、改めて、まあ、あの1年経ってですね、まあ、いわゆるその思考力、判断力、表現力を試す丸暗記型のテスト、そういうような能力だけでは突破できないテストをするというようなことが言われていますけれども、まあ、発表から随分経ちましたけれども、その部分に関して、まあ、学校側でこういう対策を取らなければならないなということがあればお聞かせ願えればと思います。では次は林先生お願いいたします。はい、その統一でやる試験に関しましては、まあ、多少あの技術が増えようが、その、まあ、英語で聞く能力を試すような問題が出ようが、まあ、今までと変わらないというか、まあ、本部の場合は、みんな全員が公立大学を、まあ、一応目指すというのを前提に、学校の授業も展開しておりますので、まあ、ここの中に関しましても技術問題、まあ、数学の中でもそうですけれども、技術問題には、まあ、まあ、全員が一応できるという、まあ、中にはできないですけども、いますけれども、まあ、一応はできるということなので、その統一で行う試験に関しては全くやることっていうのは、まあ、それに備えてどうこうということは全くないわけです。で、まあ、むしろ、まあ、それを、突破して、まあ、各大学で個別にやる試験がどう変わってくるか、これはまたこれから、どういうのを出してくるかということになると思うんですけども、まあ、その動向を見ながら、まあ、必要であれば、対応していくということで、まあ、基本的には今までやってきたことと、まあ、あまり変わらず、しっかり基礎力をつけ、自分で表現できるということを、能力を身につけさせていくという、そういう方針に変わりはないかと思います。ありがとうございます。清水先生、いかがでしょうか。はい、こういうのは2番目に言うのが損なので、同じ対立する軸がありませんので、まあ、表現を変えてどう言おうかなと思ってたんですけれども、まあ、大西先生がおっしゃいましたように、本校もですね、今まで、彼らは生徒たちがチャレンジしてきた大学の個別の大学の入試問題は、生半可な丸暗記の知識だけでは到底太刀打ちできない、この新しい制度が求めている、思考力であったり表現力であったりするのは当然必要なわけで、それに対して、まあ、数十年、ずっと同じような形で授業を展開してまいりましたので、我々にとってはそういう今まで培ってきたあり方みたいなものが、まあ、収まりながら制度化されたんだなということで、むしろ望ましい、望むところだというふうに思っています。大学入試センターテストという、まあ、全員が50万人以上が望む一斉試験の中に、多少記述の問題が80字程度が何問だとか、どこの機関が採点するだとか、いろいろと騒がれていますけれども、まあ、そんな些細なことで、今までの本校が培ってきた教科指導の在り方を変える必要はないと、むしろ変化がもたらされるのでと慌てふためかない方がいいんじゃないかなというのが正直なところです。ありがとうございます。まあ、あの両校とも、まあ、その入試の制度の変化によっても揺らぐ部分ではない。で、あの逆に、まあ、お伺いしたのは、実はあの先生方、お二方ともほぼがご担当ということでございますので、いわゆる、これまでとは、変えるつもりはない、それぞれの学校ならではの、いわゆるその、カリキュラムであったりとか、指導内容に関して、こういう特徴がうちの高校に関してはあるんだというということをご紹介いただければいいかなと思いますが、清水先生、お願いしてよろしいでしょうか。そうですね、大学入試に臨む高校3年生を例にとれば、まあ、210人前後の学年の中で、あのやっぱり理科好きの少年たちがたくさん中学入試で入ってまいります。
国語よりも算数が大好き、勢い、その高校になっても理系の生徒は210人のうちの150人から160人が理系なんです。でもカリキュラム的に申しますと高校3年生で、現代文であるとか古文であるとか漢文であるとかそういったいわゆる国語の必修の時間というのは文系であれ理系であれ本校の場合は6時間たっぷりとっています。中学の方からも将来的に医学部へ進みたいあるいは理系の方へ進みたいという生徒が多いことが分かっておりますけれども、そういう子どもたちにもむしろ英語だとか数学よりも国語の授業時間数の方をたっぷりとっているというのが現実ですので、高校の教員である私としては本当にありがたいというか居心地よく授業を今もさせてもらっているそういう状況です。大西先生いかがでしょうか。理系好きの生徒が多いというのは魔法の言葉にも変わりませんので、入試にも中学校入試高校入試ともに、社会科というのは入試科目に生かしておりません。そういう影響もあると思うんですけども、理科の方が好きで、そうなりますと、理論的になんとか答えを導き出せるというような、そういうものに、国語にしてもそういうものに、食いつきがいいと、そういうことに、なると思うんです。で、それぞれの先生が、工夫をして資料を展開しているんですけれども、これはなかなか生徒が熱心にやっていいよっていうのを聞いているのは、例えば現代文なんかで、自分で問題を作るというそういう作業ですね。グループに分かれて、文章を与えて、この文章でどういうところをどういう形で聞いていくか、問題を作ってみなさいというのはそういう課題を与えて、でそれを発表させて、で全員がね検討するみたいな、こういうことをしますと、で、大事なところがどこで、どこどこをこうつないでいけば答えが出せるという、そういう理論的な面への欲求も満たされるし、で、国語の教師の側としては大事なところをつかむための、アプローチ、そういうのを、そういう過程をこうしっかり考えてやってくれるので、生徒にとっても教員にとっても、なかなか、これは、面白いし効果的な授業になるというそういう話は聞いています。ありがとうございます。今お伺いしたのが私自身も高校を担当していまして、実際の、受験の国語においては国語の勉強というのが結構二の次になってしまってと、どうしても算数とか暗記のことをやっていくんですけど、やっぱりでもその両校に通っていく子たちを見ていると、確かに最初は算数はものすごくできるんだけども国語は解き方は分かりませんというような子が多いんですが、やはりその理論的な、物事の考え方、国語の場合はこういうことを、考えていけば答えたどり着くんだ、だってそういうのを知った瞬間に一気にできるようになってくる。で、私も国語の担当として見てて、いわゆる、東大寺に通っていく子たちっていうのは国語を暗記じゃなくてちゃんとそういう理論を考えて、そして言葉を覚える一つにしても、そういう文化的な背景があるんだとか、それをどんどん興味持っていくというような子を例に見ています。で、実は今この話を先生方お伺いしたのが今回の対談のテーマにもなっています、グローバルな人材、この非常につかみどころが分かりづらいような言葉ではあるんですけども、ズバリ投げたいと思います。先生たちのグローバルな人材ってどういう子たちのことだとお考えでしょうか。では大西先生お願いいたします。グローバルっていう、言葉がかなり一般的になってきました。教育でもそのグローバル人材を作るためにというような、そういうことがテーマとして使われているぐらいで、すみません、どうお考えですかね。グローバルなんていうのはねあんまり好きじゃない言葉ですね。もともとね、これは経済の方から使われるようになった言葉で、なんかグローバルっていうと、なんかその国境をね、
まあ、国と国の国境が、まあ、文化的な差っていうのも、まあ、あまりこう意識せずに、とにかく地球が、まあ、まとまって、一つの目標に向かって、まあ、特に経済が活性化するようにという、なんかそんなイメージがあって、まあ、それがね、今の昨今、いろんなところで行き詰まりを見せているので、これがどうなんだろうという、そういうのを考えないといけないところになっているかと思うんですけれども、まあ、それはともかくとして、やっぱりグローバルといって、例えば英語やればいいとか、まあ、世界に通じるような、まあ、科学のある意味で、まあ、全世界に通じる部分というのはあると思います、経済なんかでも。まあ、そういうところだけこう取り上げて、グローバルとあまり言うのもどうかな、やっぱり世界のいろんな民族はそれぞれ文化を持っているし、まあ、その辺のところをこうやっぱりしっかり理解してというところにちょっともう一度立ち戻っていかないといけないんじゃないかなというのは、まあ、常々私は感じているんですね。ですから、まあ、グローバル、もちろん英語も大事だけども、まあ、日本の文化、日本、まず日本の言葉、日本の文化を大切にしないといけないもちろんですし、だから、まあ、世界でもいろんな文化がありますけども、まあ、そういう文化を深く、まあ、理解する、というようなことを、まあ、もう一度こう見直して、やっていかないといけないんじゃないかなっていうのは考えてるんですけどね。小木さん、なんか、まあ、異文化理解、文化接種というか、そういうのも結構増える機会というのは、実際にはですね、まあ、そんなに活発に海外と交流しているということはないんですけれども、まあ、高校1年生、まあ、希望者を募って、まあ、これイギリスに、まあ、研修に、まあ、正味2週間ほどなんですけども、でそこでは、まあ、英語を勉強するというよりは、その英語を、まあ、勉強するプログラムに世界でいろんな国、まあ、ロシアだとかスペインだとか、あるいはアジアの北香港ですとか、まあ、いろんな国から生徒たちが集まってくる。でそういう人たちとこういろいろこうディスカッションしたり、まあ、生活も一緒にしたり、まあ、一緒にスポーツやって遊んだりとか、まあ、そういう中で、まあ、やっぱり自分たちとは違う文化を持っている国が、まあ、そういっぱいあって、でそういう意味だともまた違う、うん、ちょっとこう触れる機会というのはありますね。まあ、あとはですね、まあ、これはちょっと一部の、本当に一部の生徒しかないんですけれども、まあ、世界の10カ国、これはもうヨーロッパ、イギリスの、ウィンチェスター校、まあ、イギリスの学校中心にやってるんですけども、それからアジア、それから、南北のアメリカ、まあ、いろんな、ところの、まあ、10カ国の生徒たちが集まって毎年、討論会をやるという、まあ、そういうことをやってて、まあ、そういうふうに参加する生徒もいます。だから、まあ、ソウル、アジアの、韓国のソウルでやってる、まあ、同じような、まあ、そういう、討論会をやる企画があるんですけども、そういうところに参加していけるという生徒たちもいます。ありがとうございます。清水先生、グローバルという言葉について、お願いします。ちょっとあんまり好きじゃない言葉なんで申し訳ない。グローバル化を歌っている、まあ、いろんな歌い文句があって、よく耳に入ってきますのが、まあ、栄養を一つの手段として武器としてそれを駆使して、海外へ打って出て外国人と対等に渡り合って、そして競争に勝つというそういう、まあ競争原理とか市場原理といいますか、それはおそらく本当のグローバル化ではないと思います。相手に勝つというその競争の場がですね、日本国内だけであったのが広く世界中に広がったというだけであって、本当のグローバル化というのはもちろん、小さな地
地域だけで生活はできない世の中になってきましたから、海外でいろんな仕事をしたり、学問に励んだりする生徒たち、あるいは社会人が増えてくるという中で、大事なのは大西先生もおっしゃったように、違う文化とぶつかり合う機会が増えてくると。でその時に、それを敵視したり排除したりするのではなくて、そしてその相手に勝つということではなくて、ものの見方、考え方が異なるのは違う文化、価値観を背景に持ってるからなんだというように、相手を尊重し、そして自分も主張できるという、そういう柔らかな発想ができる人材、それがグローバル人材なのではないかなと思います。で本校でも例えば高校2年生の希望者にオックスフォードへ連れて行って、いろんな交流をする、あるいは英語の授業でも、我々が受けていたかつての英語の授業ではなくて、職員室に本当にネイティブの教員がいて、中学生も高校生も英語で話し合っているという場面は確かにあります。それは大切なことではあると思いますけれども、一番大事なのは、中学生高校生の全員が海外に出て行って勉強するなんていう機会は手にできないわけですから、何よりも今存在している自分の学校の同じ学年、同じクラスの中でもいろんな連中がいるわけで、本当に、おそらく奈良さんもそうだと思うんですが、小学校ではちょっと勉強できるけど、ちょっと変わった風変わりな子の集まりです。ですからそういう子たちがもう席を見ると隣見ても前見ても、いわゆる変な子、変な子というのは言葉悪いですけれども、もう風変わりな子が多くて、およそ世の中の役には立たないことを取り留めもなく愛する少年たちの集団なので、そういう子たちをあいつは変な子だと敵視したり蔑んだりするのではなくって、あいつはこういうことが好きなんだと、自分とは違うなと、お互いに学んだり感心したり認める、そういう土壌を作ってやるということが大事で、それが将来のいろんな価値観を認めていくグローバルな人間、文化の違いを超えて地球全体で共存していくという、それがあるべき、求めるべき姿じゃないかなと思います。ありがとうございます。今のお話の中にも出てきたこととつながっていくんですけども、その中高6年間この両校においてですね、その預かった生徒たちをどのように育てていきたいかで、特に今両校とも世間のこのイメージでと自由な校風というところは、おそらく保護者の方々もお持ちの学校だと思うんですけれども、ちょっとだけど清水先生もおっしゃいました、入試を突破してで、その後ですね、個性豊かな、子たちが多いというのがありましたけれども、そば、言いながらも、やはりその中学生らしく振る舞う、中学生らしさ、これも非常に曖昧な言葉ではあるんですけれども、やはり中高の6年間、非常に多感な時期の子どもたちを、どのように学校として育てていきたいか、特に中学1年生ですね、入ってすぐに、どういうことを学校側として、子どもたちに教えていきたいと考えておられるか、少しお聞かせ願えればと思います。では清水先生お願いします。はい、自由ということを言っていただきましたので、本校は奈良さんもそうですけれども、制服はございませんし、明文化された校則のようなものもございません。加えて言うならば、今日大西教頭先生はとてもお上品なんですが、もう一人教頭先生がおられまして、あの先生は東大寺が自由だ、本校奈良も自由ですけど、東大寺の方が茶髪も許されるし短パン履いて登校してもいいらしいとか言うて、それは事実なんですけども、本校は別にそれを推奨してるわけではないので、けれども自由は自由です。すると少年たちはですね、東大学園は私服で通える、校則もない、髪を染めても許される、なんていうふうに、勝手に妄想を膨らませまして、もうそれは事実なんですけれども、まるで無法地帯、何をしても許され、違い法権の学校のような大きな誤解を抱いてきます。決してそうではなくって、我々が言っている自由というのは、外センターさんには悪いですけれども、
まあ、中学受験を突破するために、最短の一番効率のいい勉強方法、それをマニュアルとして、きちっと与えられて、それを忠実にこなしてきた少年たちを我々は中一生で迎えるわけです。それは、まあ、ある意味では少年たちは遊びたい盛りにいろんなものを我慢して、与えられたメニューをこなす、それは敬服に値すると思いますけれども、一方で、友達と鬼ごっこをして暴れ回って、時には喧嘩をしたり、あるいは怪我をしたり、いった中で、育まれるものもある。で、我々が求めているのはもう一度少年に戻し合う、勉強ができるのは物を買いセンターさんに鍛えられたか、それはもうよう分かっているので、それ以外のところ、君らが我慢して抑え続けてきたところ、それを自由に解放してやることでさせたい。勉強一つとっても自由に自分で考えてやってごらんというと、多くの子どもたちがやり方がわからないので、小学校時代のように、手取り足取り教えてくれないので、多くの子どもたちが失敗をする。具体的に言うと、最初に行われる定期考査で50点とか60点とかいう答案用紙を手にして家へ帰ってくる、返却した瞬間に教室で泣き出す子どもがいます。それはお父さんお母さんの顔を思い出すと、もう怖くて言えよかやん。学校というところで行われるテストで50点なんていう点を取ったことはない。ただ本校の定期テストの平均点は、例えば60点であれば50点の子はいても当然なので、ただ子どもたちはそういう客観的に見られないので、本当に泣くんです。で、我々はまあ泣かしているといいますか、まあ、泣いてくれたらしめしめと。でも周りを見渡すと80点、90点取っている、同じように東大の自由を満喫している同級生の中に、きちんと得点してくる子もいるわけで、それを見て、あ、自分と彼とはどう違うんやろ、自分で考えて、そしたらこうしていこうという、まどろっこしいですけれども、自由を与えることで、後で振り返ればささやかな挫折だとか失敗を経験させなければいけない。でそんな中で、今度は同じ鉄を踏まないように自分で考えていく。大人がこうしてこうしてこうすれば泣かなくて済むよというのを与えるのは簡単なんだけれども、それだと社会に出たら、私もそうですけれども、毎日が大体うまくいかないことの連続なので、そういう中で今度はベストでなくてもベターの道を歩めるように自分でどう切り替えていくかというのが、まあ、社会人としての器量だと思います。それを自由をあえて与えることで、彼らには学ばせたい。中学1年生の子どもたちに一番言いたいのはそこのところです。ありがとうございます。大西先生、お願いいたします。奈良中学校高校の場合にもやっぱり生徒たちは本当に自由だという、そういうふうに皆さん理解していただいていると思うんです。ただ中学1年生の時っていうのは、本当にうちの入試を突破して入ってくる生徒たち、本当に幼いんですね。中学1年生の時っていうのは皆さん本当に幼いです。で、子供らしいっていうのは、それはいいんですけれども、ただ自分のことも自分でちゃんとできない、これは全員というわけではもちろんないですけれども、中にはシューズの紐が自分で結べないとかですね、そういうお子さんが中にいたりとかですね。だから中学になると小学校の時とは違って、教科ごとに違う教員がいろんな教材を用意して持ってきます。で、そういうのがもう全部ぐちゃぐちゃっと、一緒になって机の中にこう詰め込まれて、後で見ようとしても何がどこにあるかさっぱりわからんとか、そういう整理ができないお子さんとか、やっぱりたくさんいるわけですね。で、その辺のところはやはり教員が手をかけてできるようにまずはしないといけないなと思ってますので、特に中学1年生の時には生徒一人一人にこうできるだけ目をかけてですね、そういうまず自分のことが自分でできるようにという、まずそこまでは持っていってやろうという。で、それ以降はですね、徐々に突き放して、今小林さんもおっしゃいましたけども、自分らで、
まあ、自由の中で、まあ、自分のやり方を見つけていくという、そういうことができるように、まあ、少しずつ、まあ、教員も手を離して、まあ、やるべきことをこれだけのことはやりなさいよというそういうリードはしますけれども、やり方は、自分で考えて、やっていくようにしなさいねというふうに、徐々にこう突き放していくという、そういうことを考えてやっています。まあ、それは一つ、まあまあまあ、勉強の方ですけれども、まあ、生徒たちは、まあ、それ以外に、まあ、自分のやりたいこと、それぞれ持っているというお子さんが、まあまあ、ほとんどです。で、そういうやりたいことに関してはできるだけ、できるような環境を、まあ、これを提供してあげたいなと。ですので、まあ、クラブ活動なんかにしましても、それから今度5月の2日3日文化祭ですけども、そういう文化祭とか、あるいは秋にある体育祭ですとか、本当にこの生徒たちが自主的に、まあ、企画運営をしてやっている。で、生徒たち、まあ、リーダーになるのは高校生なんですけども、まあ、高校生の生徒会を中心にスタッフをこう集めて、で、やっぱり分担してやっていく、まあ、そういうのに参加する中で、先輩たちが、こういうふうにやってるそのやり方を見て、覚えていく、自分たちもああいうふうにやりたいなという憧れを持ち、まあ、やり方もそれ見て覚える、直接教えてもらうというのはそんなにあることじゃないと思うんですけども、見て自分のものにしていく、まあ、そういう環境があると思うんですね。で、また、まあ、いろんなね、変わり者の集まりだというのはもうちょっと変わりませんので、でも、まあ、どんな変わったことをやっててもそれで優れた、まあ、うまくクイズばっかしやってクイズ選手権やってたら、昨年高校生クイズで、初優勝をして非常にこう喜んだんですけれどもまあ、そういうことを一生懸命やってる、とかですね、まあ、そういう子で、まあ、勉強とは直接関係ないんですけれども、そういう子をやっぱりリスペクトする、ね、尊敬するという、まあ、土壌が本校にはあると思っています。ありがとうございます。まあ、その自由に過ごすための、まあ、最初の範囲導入というか、中1中2のところでの指導というのはしっかりやっていて、で、その、まあ、その中学1年生として、奈良大臣に入学する際に、まあ、中学入試というものがございます。で、両校ともですね、奈良中は2日間入試が行われ、そして、東大寺学園中に関しては全教科が、均等配点、同じ配点という形での、非常に特徴的な、入試を実施しています。まあ、その、実施形態であったりとか、あと各教科の出題意図、その辺から、まあ、いわゆるこういう子たちに、こういう能力を要求したいなとか、こういうことを、身につけておいてほしいなというところがおそらく込められているかと思うんですが、そのあたりをできるだけ、詳しく教えていただけたらありがたいなと思います。では、小西先生からお願いいたします。はい、これね、なかなか難しいところもあるんですけれども、算数、中学入試の算数の2日間、形態が全然違います。で、1日目っていうのはもう、まあ、答えだけを求めるという、そういう形の問題で、途中経過がどういうふうに考えているというところは全然問題にしていません。とにかく答えが合ってるか間違ってるかっていう。で、これはかなりもちろん考える力もそうですけども、スピードも要求されるので、やっぱり、まあ、これは地頭の良さというところになる、まあ、日本はこれ見て生きてしまうという要素はないんですけれども、まあ、そういう要素もやっぱり、見たいなと思っているところはあります。で、2日目の算数に関しては、これは、答えを導き出す過程を全部、回答として書いてもらう、そういう形の出題をしてますので、やっぱり深く考えて、で、考えたことを、表現するというそういう能力まで、ということで、まあ、違う頭の良さ、スピード、まあ、まあ、これは頭の良さですけども、やっぱり努力して、培って、まあ、理論的に考えていく力があるかどうか、まあ、その辺は、算数みたいな、そういうふうな人でやっていると思います。国語に関しましては、1日目は、まあ、
ほとんどが言葉に関する問題で、まあ、漢字があり、ことわざがあり、慣用句があり、まあ、これはまあやっぱりもう覚えるものですよね。まあ、覚えるものですけど、まあ、その入試のために覚えるっていうことでもあるんですけれども、やっぱり日本人ですから、まあ、日本語を大切にしてほしい、日本語には非常にこう豊富な語彙もありますし、いろんな表現があるということは、分かっていてほしいなという、そういう意図で出題しています。まあ、2日目は、まあ、これは読解問題ですから、まあ、これは問題の国語で、まあ、先ほどちょっとお話ししましたけど、まあ、論理的に考えて答えを導き出す、それができるかどうかというところを見たいと思います。詩の問題なんていうのを毎年出るんですけれども、詩だから感覚的に読むんだろうと、まあ、必ずしもそうではないので、まあ、本国で出した詩の問題というのは、まあ、もちろんその感覚的にパッとこうイメージできないとできない部分もありますけれども、まあ、よく考えて、この部分から、理論的に答えが導き出せるというような、まあ、そういう問題を出題したいと考えてやってますので、まあ論理的に答えを導き出してほしいという、まあ、そういうものですね。清水先生、お願いいたします。はい、本校の場合には入学試験は1日だけです。特徴的なのは、ただいまご紹介いただきましたように、算数、国語、理科、社会全教科均等配点であると。これは類似の学校では珍しいのではないかなと思います。算数が好きなんだ、国語が好きなんだというふうにそれぞれ得意分野はあっても、まあ、小学校6年生からですね、少年期に、できるだけ幅広くいろんなものに興味関心を持ってほしいという、まあ、学園の求める少年像、それが、まあ、ああいった均等配点になっているというふうに、いつも申しております。で、各教科の試験の内容ですけれども、まあ、本当は先ほど西先生がくしくも中学1年生で本当に何もできない子が多いと、何もできないというのは、要するに机の上の勉強は長けてるんだけれども、なかなか身の回りのことができない。本音を言うと、入学試験でそういうことを問いたいと思っています。体育の試験をするわけではないんですけれども、例えばたくさんいろんなものがあって、これをちゃんと箱に詰めなさいとか、それから長所結びをしてみなさいとか、本当にリンゴの皮むきをしてみなさいと。本校は高校1年生リンゴの皮むきテストというのがあるんですけれども、それは本当に、50センチ以上むき切らないと不合格だとか、そんなことやりたいと思ってるんです。でも、まあ、現実には難しいだろうし、リンゴの皮むきやれば本当に農会センターさんリンゴ箱でいっぱいになるだろうと思って、まあ、ただ、求めているのは今行われている国語算数の試験にも言えることで、まあ、一番皆さんの興味関心はもちろん算数のことで申しますと、本校は、まあ、大問が4つないし5つで、答えだけを書いて、正解不正解を見るのはその大問1つだけです。あとは回答用紙裏表にわたって、非常に、まあ、記述量が多いと。で、まあ、たくさんいるのは奈良さんを1日目2日目受けられて、3日目本校を受けられると。で、非常に、まあ、算数の得意な奈良さんを受験なさった少年たち、限られた時間で正解を導き出す力は、これはとっても大切な力として、それは、まあ、尊重してやらねばならないけれども、一方で、まあ、本校を受ける子たちの中には算数は好きなんだし嫌いではないんだけれども、手際よく正解を導き出すことがなかなかできなくって、ちょっと不器用で、いいものを持ってるんだけども制限時間の中で答えがピシャッと出ない、というような子にも、まあ、光を当てたいというものもあって、答えが間違っていたり、あるいは時間不足で、答えの欄が空白であっても途中の経過、道筋というものを本当に、日本語で一生懸命書いている子があります。
それにもやっぱりそういう道筋を見てやりたいというのが算数の試験の特徴だと思います。で、ここは同じように漢字語句を通ったり小説の問題あるいは説明文の問題と散りばめておりますけれども、いろんな好奇心旺盛な机の上の勉強だけではない言葉の世界を豊かに持っているあるいはアンテナを広げようとしている少年が来てくれたらいいなという思いもあって、多分農会センターさんの対策のプリントにはないような言葉、まあ、近年の例で申しますと今日は休みだからてんやものでも取って済ませようかというのをてんやものを書き取りで出した、そんなん絶対どこにも載ってなくて、今ふうにはデリバリー出前を取ってお店のものを取ってというふうに思えるかな。小学6年生の語彙にはないと思うんです。このお菓子は名題の老舗のお菓子の名題の読みを書かせる、ほとんどの子どもたちが代表という意味の名題と書いて、不正解になる。ただ小学校6年生の語彙に名題の老舗やねとそんなことを言う少年ちょっともうやっぱり不思議だと思いますけれども、まあ、おじいちゃんおばあちゃんの世代街中を歩いてたらちょっと観光地へ行けば名題のなんとかというのがあってそれにちょっと目が止まる、そういう少年であってほしい、そういうメッセージが全問題そうなんではないですけれども、そういうものを散りばめているというのは本校の入試の特色であろうと思います。それから社会については、まあ、もちろん、暗記が必要な教科ではありますけれども、例えば、近年の例で申しますと月ごとの野菜の消費量がグラフになっていて、いくつかの折れ線グラフがあって、それが大根であるのかネギであるのか、そういうのは例えば大根が1月、12月、1月、冬に多い、そしたら鍋の季節かなとか、まあ、そういうように日々の生活の中から覚えてなくても導き出せるもの、そういうものも問いかけていきたいというふうに思って問題作りをしているところです。以上です。ありがとうございます。まあ、入試問題に込められたメッセージというものがお分かりいただけたと思います。でもう時間が結構続いてますので最後にですね、東大寺そして長野の先生方からですね、こんな子どもたちにぜひ、ただ東大寺に来てほしいというメッセージをいただきたいと思います。では、清水先生お願いします。はい、何よりも好奇心旺盛で、中学東大寺学園中学校に入ったらあれがしたいこれがしたいとうずうずしている子、それを迎えたいと思っています。そのために今一生懸命受験勉強に励んでるんだろうけれども、先ほどもちょっと申しましたけれども、もう大学入試なんかには全然役に立たない、世の中の役にも全く役に立たないけれども、わけのわからないことにカーッと一途になれるというのは男の子の、あるいは大人になっても男性の方はそういうところあると思いますけれども、鉄論のことばかり語っているとか、昆虫のことを語り出せば止まらないとか、歴史オタクであるとか、何でも構わないので、何かにカーッと情熱を注ぎたいと、そのために、東大に入りたいんだというそういう強い思いを持っている少年、そういう少年を本当に迎えたいなとそう思っています。森先生お願いします。はい、本校の場合ももう似たようなことで、まあ、こういうことをやりたいという、まあ、実際に文化祭なんかを見て鉄道を見て鉄道をやりたいから花に来ましたとか、レゴの年中見てこれやりたいから長野に来ましたっていうふうに言ってくれる生徒たちもいるわけです。まあ、とにかく何かこうやりたいということがあれば、それを思い切ってやれるという、まあ、そういう環境にはあると思いますので、ぜひ、何かこういうことを長野に入ったらあらかじめでやってみたいというそういう思いを持って入ってきてくれたら嬉しいと思います。先生がそのまま学校の生徒たちの様子であったり学校の様子を知る機会というのがあればお知らせになりたいと思うんですが、お見せいただきましょう。はい、先ほどもちょっと申しましたけれども、すぐもうこの先です。5月の2日と3日、奈良中学校の学校では文化祭が開かれます。でここで生徒たちが自分たちで、企画運営をして、
やっている、まあ、いろんな企画ものもあります、ステージを組んでそこで歌、踊り、漫才とかですね、そういうパフォーマンスをやるという企画もありますし、もちろん、各クラブがそれぞれの成果を展示したり発表したり、しているという、まあ、そういうところもありますので、だから中学校、高校はまあ どういう生徒たちの集まりかなっていうのを見てもらえる機会だと思いますので、まあ、もし授業を考えておられるお子さんがいましたら、一度文化祭に来ていただけたらと思っています。清水先生、いかがでしょうか。はい、本校も文化祭が一番だと思います。9月に、実施いたしますので、入場制限も一切ないので、かつて奈良さんの方で男の子たちが灘色クローバーへと踊りをして、それを真似していくうちでは寺色クローバーへなんか代行してやってますので、まあ本当に自由奔放に暴れ回って、ちょっと恥ずかしいような光景もあるんですけど、それはまあ実態なので、それをご覧いただいて、ああこんなところで自分を弾けてみたいなと思って、それが勉強をするモチベーションにつながってくれたらいいなと思って。ありがとうございます。大西先生、本日もありがとうございました。この対談の内容ですね、皆様の学校への一度となれば幸いです。本日はどうもありがとうございました。